厳しい日差しの弱まった夕暮れの会をテーマに緊張感が最高潮に達します。チャンピオン決定戦ワールドブリーダーズカップダート果たして先頭に行くのは先頭に立ったのは6番ゲームオンビューのドクターフェンガーがかわしていきました。その後ろを5馬身くらいあって府中伝統カウンシル、それからもう1頭サントリーソング、外を通ってバストトラック、そして3位そのうち最後の点7番チョコチョコミスタがこれを見るようにしていっています。4番ドクターフェンガーがかなりリード、ちょっと離れて6番ゲームオンビュードであります。そしてその外に11番府中伝統カウンシルサントリーソングがその後ろバストトラップ下がって5番手サイコン、さあカイロの砂を制するのは果たしてどの馬か、バルモガって直線の伸び足はどうか、ドクターフェイガーが先頭だ、3番手に中伝統カウンシル、外からゲームオンビュード先頭、ドクターフェイガー3番手に中伝統カウンシル、外からゲームオンビュード、10番スタッフラメールとかチョコリスタも懸命に追う、6番ゲームオンビュード、4番ドクターフェイガー、パイオニアオブナナイロも懸命に追う、1番バルモガって、さあ人気ところで争いになった、スタッフラメール、スタッフラメールがワールドブリーダーズカップ初制覇、獲得賞金は17万枚とか。ワールドブリーダーズカップはスタート、1国、2国、2国、7番、3国、1国、以上のものが確定しました。